はい、皆さんこんにちは、マネルヌルビッシュです。では信長の野望創造の正嗣でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、お家乗っ取り物語と言いつつですね、ここまでまだ今川家臣に甘んじていますので、いよいよ家臣団を結成して軍団長に就任後、自領地を広げ、まあ、今川に対して独立を仕掛けていくのか、あるいは縁組していくのか、いずれにしてもね、今川乗っ取りを開始していきたいなというふうに思っています。で、今回はですね、まずは浅井家攻略ですね。ここは切り取り自由になってますので、浅井のこの清水山城の攻略に入っていきましょう。で、まあ確実にこの清水山城は攻略をしておきたいので、軍勢を派遣していきます。7000出していけば問題ないでしょうというところかなと思うんですが、様子を見つつさらに増援を出すか決めていきます。で、数で言うと敵の方が浅井とさらに武田、これが出てきて合計が約4000というところですね。で、稲葉隊に太田隊も出てくるし、増援も出てるので全く問題ないでしょう。で、捕獲したものは朝倉義景を含め全て登用しています。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。このまま行くと、ただ朝倉の軍勢を味方につけたまではいいものの、果たして自分の領地になるか微妙な情勢だな。最初に取り付いたのが自分の軍団員ではない。表情を始めましょう。報告いたします。というところがとても気になるな。若さの武田は滅びたか。まあ、清水山も落とせるのは間違いないものの、果たして自分の領地になるかっていうところが一番の心配なポイントになりそうですね。で、一条谷には、まあ、公家町でも作っておきますか。さあどうだ、清水山が落ちるもののどっちの領地になるか。やっぱり自分のところにはならなかったな。取り付くのがちょっと遅かったかなという感じですね。まあこれはしょうがないな、迂闊だったな。もうちょっと先に自分が取り付けるように1体だけでも先に派遣しておくべきだったかなと思いますが。で、次の目的が本願寺になってますんで、まあ、本願寺を抑えちゃった方がいいかな。本願寺領に関して言うと、まあ、一つこの石山御坊、あとは、小山御坊に大勝寺、ここもさっさと取った方が間違いなくいいので、まず提案をして信長をもらいましょう。まだもらえないか、信長は。必要発言力が182も必要か。となると、いらない武将をまずは推挙しましょう。はっきり言って弱い武将はいらないと。少数精鋭でいく。
行場を始めます。お、秀吉が兜をかぶるようになりましたね。そしたらここで提案で、まずは信長、でさらに豊洲で、おお、ゴンベイがいる。ゴンベイは嬉しいな。で、あとは密談の使者でも送っておきましょうか。堀江に勇気で合ってるかな、読み方。ちょっとあえて送る必要があるかというとちょっと微妙だな。あとはこの石山御坊を攻めるにあたってはどういうルートで攻めりゃいいんだって話だな。本願寺攻め申し使ったはいいけど、本願寺の城に取り付くためには足利、さらには毛利、三好あたりのどっかを下さないと先に進めないな。ちょっと厳しいかなって感じだけど、まずは大聖寺を攻めていきましょう。早速攻略戦に入っていきます。結構ね、守りは硬そうな感じだな、これを見ると。出るとするか。さらには増援を出してくれるところがあるかどうかですね。まあ、キヨスはね、軍勢を出したいところではありますからね。増援は出てるな。自分たちの領地外からも増援は出てるので、まあ、なんとかなるかなっていう感じかな。おお、久秀は毛利傘下に入ってますね今。松永久秀ね、裏切り物語もいつかはリベンジをしたいんですけどね。この信長にご命令をとか言われてもな、信長に命令する気がうせるな。あとは城の改修を進めていきましょう。まあ、縄文ぐらいまでやっとけば、取り急ぎっていうのはね、いいかなとは思いますけどね。住民の人口の増え方が、やっぱり変わってくる部分にはなりますので、余裕があれば、改修、城の改修ですね、やっておくといいかなとは思いますけどね。ご命令を、収支をご確認ください。なんかね、こういまいち命令する気がしないよな、信長のこの口調。そしたら半兵衛か利家かっていうところなんですけど、半兵衛は結構早く死んでしまうので、もう本当はね半兵衛欲しいんですが、ここは甘んじで利家にしておきましょうか。利家の後に、そうだな、やっぱり刑事かな。まずは利家を手に入れて、次刑事っていう感じにしましょう。捕獲されたか。そんなに戦力を失ったのか。これは、姫にしましょう。この信長にご命令を、言い方だよね、言い方。かしこまりました。
ちいたす。敵将、捕縛した。そしたらそのまま小山御坊まで攻め上りましょう。出陣するぞ。この信長にご命令を報告いたします。信長は大正寺に追いやりましょう。敵将捕らえたり。そしたら騎乗していきつつ、いよいよ大阪城がある石山御坊をどう攻めるかを考えていきましょうか。この信長にご命令を収支をご確認ください。で、提案で、人材。ここは、前田刑事をもらいましょう。まあ、ここはもう完全に趣味の問題ですね。まあ、刑事が、その、信長の野望の前で使いやすい武将かというとね、やっぱり、統率もそんなに高くない。武勇は高いんですけどね。それ以外はどうだっていうのはありますからね。まあ、好みの問題にはなりますが、刑事は好きなので。入れていきましょう。でだ、肝心の、うわー、武田もでかくなってるな。ちょっと勢力見ておきましょうか、この辺りで。まず島津が拠点16、兵数が6万3000。で、大友が拠点29、兵数11万とだいぶ膨れ上がってますね。で、毛利が拠点19、兵数11万。大きい。で、まあ、足利に関しては拠点なので兵数が3万ですね。で、我が今川、拠点42。武将212は多分1番なんじゃないかな。で、兵数が23万。で、武田、拠点30、武将122。で、兵数が15万ですね。北条、こちらが、武将が103。兵数が16万というところですね。まあ、今川がやっぱり、まあ、一番大きいかな。でだ、問題となっているこの石山御坊をどう攻めるかですね。ルート的には石山御坊を攻めるルートが確保されているかというと、どこをどう攻めていくにしても無理だな。困りましたね。ちょっと無謀な遠征も視野に入れてみますか。大阪城、まあ、今の石山御坊を手に入れると、今川家中においてもかなり有力な武将というか地位というか武家になれるんじゃないかなというところもあるので、ぜひ押さえておきたい拠点にはなりますけどね、大阪城は。
あとは欲しい武将がいるかというところで考えていきましょう。武将の数はそれなりに揃ってきてはいるので、ただね、数が全然足りないといえば足りない。あとはこれぞという武将がいれば、まあ、数豊とかもね、いますけどね、どうしても欲しいレベルの武将かっていうと、まあ、能力的にはどれも平均値ですよね。前田玄衣とかもね、政治高いんで欲しいですけど、ただ92、その発言力を使うってなると、ちょっと話は別ですよね。財閥とかもいますけど。5。長政とかもね、惜しいですけどね。反米長政、受刑に、ちょっとこの辺りは諦めましょう。でだ、問題は石山御坊をどう攻めるかなんですが、足利が邪魔であり、三好が邪魔でありとね、ありますからね。まあこの辺りはみんな登用したいけど、登用に応じないので、一旦捕獲しましょう。で、捕獲した後は一旦は逃がして、石山御坊の攻略戦の中で完全に屈服させましょうか。よし、そしたらちょっと一旦兵を出してみましょう。まあ、どうなるかというのはありますけどね。最前線の小山御坊に関しては、どうだ、武将は出せないので、ちょっと頭を悩ませるところにはなりますね。よしてるから謀反の誘いが来てますが、ここは拒否ですね。まだ独立には早いな。表情を始めます。収支をご確認ください。さて、ではこれで兵を出してみましょう。全くルートを考えずに一旦兵を出すとどうなるか。もちろん狙うは石山御坊なんですけどね。数でいうとどうだろう、5万ぐらいの軍勢には多分なるんじゃないかなと思うんですけどね。5万まではいかないかな。ただかなりの数の軍勢が出るっていうのは間違いがない。通らせてくれればいいんですけどね。かしこまりました。我が戦、お見
せしましょう。助立いたす。いろんなところで戦闘が起きてるけど、これでなんとか守りきれるのか、攻めきれるのかっていうところですね。このあたりでちょっと一気に密談の使者をバッと送り込んでいきましょう。お、光秀もいるな。足利傘下にまだ光秀がいましたね。今松永久秀はどうしても欲しいな。この悪い顔とか大好きですからね。とりあえずこれくらいでいいかな。負ける気がしないな。助立ちいたそう。私にお任せあれ。出陣するぞ。出陣します。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。ご命令くだされ。報告いたしますぞ。先月の終始です。さあ、至る所で大規模な戦闘が始まってるな。ちょっとここは様子見かな。この後ね、人材に関しては、石山本願寺を叩くことができれば、一気に武将の数が増えるはずですからね。負ける気がしないな。逃げたければ逃げなさい。お、石山御坊にようやくたどり着けるぞ、これで。8000の軍勢がたどり着けそうですね。ご命令を報告いたします。戦へ参る。我らに撃てぬ敵はありません。出陣します。ライレンか。ライレン相手に戦うのは厳しいな。逃げるなら今のうちだ。お味方討ち死に。出陣します。やれ。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。さすがにこの無謀な遠征はどうにもならなかったか。この信長にご命令を。退路も断たれてるしね。加勢いたす。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。くぅ、石山御坊硬いな。始めます。収支をご確認ください。そうなるとちょっと提案で攻略先を変えましょう。よし、これで足利攻略に変えたぞ、目的を。まずは五所を抑えにかかりましょうか。鈴木と足利、さらに鈴木と毛利、この辺りが争ってくれてるのははっきり言って好機でしかないので、この好機を逃さずに五所に一気に攻め上りましょう。
我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。出陣するぞ。いざ参ろう。ご命令くだされ。先月の収支です。助立ちいたす。いざ参ろう。加勢いたします。信長が天下、邪魔はさせぬ。我が戦お見せしましょう。ご命令くだされ。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。御所は早くも取ったか。なんかちょっと目をなんていうのかな、反らしてる間に一気に御所は抑えたんだな。戻ります。そしたら続けざまにどんどん兵を派遣していきましょう。かしこまりました。お任せください。かしこまった。しました。助立ちしよう。出陣する。我が戦お見せしましょう。腕が鳴るぜ。加勢しよう。出るぞ。敵将捕らえたり。ご命令くだされ。先月の収支です。足利の残りの城の数決して多くはないですね。松永久秀か。久秀に関しては早急に内通を出しましょう。でその上で筒井城を攻略しましょうか。足利を滅ぼしましょう。これが新しき戦よ。この信長からは逃れられぬ。表情を始めます。先月の収支です。さらに増援を出したいけど。我が戦お見せしましょう。助立ちいたす。お任せを。かしこまりました。いざ参ろう。表情を始めます。報告いたしますぞ。出陣します。いざ参ろう。騎乗する。かしこまりました。どっかの城が攻められてるな。この音楽はただここは味方が守ってくれているので、まあ、問題はないかなというレベルだな。助立しよう。
ご命令くだされ。先月の収支です。エクス様へ参る。いざ参ろう。出陣する。待機せよ。出るぞ。必ずや勝つ。かしこまりました。止まれ。出陣します。ご命令くだされ。先月の収支です。手柄を立てよ。我が策、戦場を制す。出陣するぞ。出陣する。最後の足利の拠点はかなり守りが固そうだな。これを見てると三好も守りに加わってますよね。そうなると三方向からの包囲戦に変えていきましょう。お任せください。承知。かしこまりました。出陣する。出陣します。表情を始めます。先月の収支です。エクス様へ参る。続きなさい。我らに打てぬ敵はありません。いざ参ろう。我が戦お見せしましょう。表情を始めます。先月の収支です。我が策、戦場を制す。出陣しよう。ご命令くだされ。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。戻ります。騎乗します。エクス様へ参る。出陣するぞ。かかれ。なんとか最後の足利の拠点を落としたいところですね。自らの手で。出陣する。出陣します。そうするとだいぶ武将が補充されるし、うまくすれば光秀もそのまま手に入るので、さらなる武将の拡充ができれば、もう一気に謀反を企てていきましょう。まあ、足利を滅ぼしたら謀反をね、起こすなり独立するなりしていきたいなという段階にはなってきますけど。お、堀秀政が手に入るのはありがたい。この信長にご命令を報告いたします。助立ちいたす。戦場へ参る。我が策、戦場を制す。表情を始めます。報告いたします。さあ、これでいよいよ足利将軍家も滅びたので、本願寺も滅んだか。まあ、残念ながらね、岡部元信に手柄を横取りされる形にはなりましたが、それでもきっちり足利を滅ぼした今となっては表情を始めます。収支をご確認ください。もはやこちらのものでしょう。
場へ参る。この信長にご命令を、収支をご確認ください。出るぞ。我が策、戦場を制す。腕が鳴るぜ。この信長にご命令を報告いたします。そしたらいよいよ独立を視野に入れて回収に勤しみましょう。この信長にご命令を報告いたします。表情を始めます。報告で、安土が統制令はこちらのもんだな。騎乗する。騎乗する。踊るぞ。この信長にご命令。で、三好攻略ね。さあ、三好攻略の前に独立をしていきたいところですが、拠点8つが付き従ってくれるわけだな、今だと。なるほど。まず武田と海戦をさせて、北条とも海戦をさせて、今川が窮地に陥る姿を見届けてから独立っていうのが、多分独立する上で一番無難な策になりそうですね。というわけで、次回今お話した策を実際にね、やっていきたいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。